どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。うまい棒です。では、今回もね、まあ、前回なかなか結構好評でもないんですけど、まあ結構ね、皆さんコメントくださいましたので、では、今回もね、ちょっと夢見の方で、他の村に行ってみたいと思います。ね、今回はちょっと、今実況プレイ36を撮っておりました。なのでね、ちょっと連続で撮っているので、多少喉がちょっと痛いというか、ちょっとね、なんて言えばいいんだろう。声が枯れているかもしれませんが、ちょっとご了承くださいな。お願いします。今回行く村はですね、ちょっとまあ、インターネットでね、ちょっと見たのですが、どうやら、なんか発展してる村があると聞いたのでね、ちょっと、その村に行ってみたいと思います。はいはい。村の名前で探す。はいはい。ではね、行きましょう。せーの。よし。今回行くのはね、最果ての村というとこなんですが、うわ、いっぱいいるな、最果ての村。あったあった。最果ての村、ロビンさんのね、村を見ていきたいと思います。はいはい。はいはい。よくバク転できますね、この人。僕できないですよ、バク転なんて。まったく。はいはい。では、やっていきましょう。一匹。羊が、二匹。とかさ、こいつって何なんだろう。なんか、コメントでさ、もらったんだけどさ、アリクイなのかな、こいつって。結構、アリクイとも言われたんだよ。何なんだろう。ではね、ちょっと僕も、初見なのでね、ちょっと楽しみです。おぉすげえ。いきなり道路。いきなり道路。はい。わかりました。はいはい。おぉ。ちょっと。すげえ。ここ歩道になっててさ、ちゃんと横とか行くとさ、ほら。すごい。じゃあちょっととりあえず村の中央というか、広場からね、ちょっと行ってみたいと思います。すげえ。じゃあちょっと、おぉ。リアルですね。30とかも書いてあって。で、ちょっと、道なりに沿っていきたいと思います。うわぁ、すげぇ整備されてる。ちょっと、下もあれなんですね。てか、この芝生っていいよね、これ。なんかね。お、どなたかいますね。この人は？イワンさん、よろしく。すごいな。おぉ。アルパカ集まりですね、ここは。ちょっと、すげえ、この引き石欲しい。お、すげえ。いいね、このタイル、欲しいわ。すっげえ、こんなのもあるんだ。うわ、いい感じ。いい感じ。すげえ、タケノコ。すげえ。この先は、交番。おぉ。で、ここに戻っていくわけですね。じゃあ、ちょっとこっち側、駅の方も。もう、なんなんだ、ここは、すごすぎるって。発展しすぎでしょ。めっちゃリアルじゃん、こういうのとか。ねえ、もうやだ、ここで逃走中とかやったらめっちゃ楽しいじゃん、これ。ねえ、めっちゃ楽しいでしょ、ここで逃走中やったら。もうやだわ。奥はどうなってんだろう。あ、奥は普通の家しかないですね。あ。ではね、ちょっと、地形はこのようになっているのですが、今一通り右エリアを見て行ったのでね、ちょっと、次は、左の方を見ていきたいと思います。
では、真ん中から行きますか。ここら辺まだ来てなかったよね、そういや。あ、役場の方もまだ行ってなかった。おー、もうこれさ、飛び出す動物の街でしょ、これ。ほら、もうここで逃走中、めっちゃ痛いな、ここ。いいな、ここ。ここの村の人と通信してわ。では、こちら。いや、ちょっと、まだこっちの方を見てませんね。お、この方がロビンさんかな。ロビンさんですね。夢で遊びに来てね。来てますよ。はい。いい村ですよ、ほんと、ここは。おー、すごいすごい。うわー、この橋とかさ、もう竹の、ここにさ、あるとかさ、めっちゃ最高じゃん、もう。あー、喉痛い。おお、すげえ。うわ、ちょっと待って。うわぁ、もうか、すごい。これさ、ちょっと皆さんも知ってると思いますが、僕大のサッカー好きです。こっちさ、サッカーのコートだよね、これって。ほら。ほら。すっげえ、ほら。すごいすごい。もうすごすぎるって、ここの村。すごいよ、やだよ。すごすぎてやだよ。やだ、すごい。ここでサッカーとかできんね、ほら。冬だとさ、雪玉でさ、サッカーできるね、ここ。いいね。じゃあ、ちょっと、あとは下のカフェの方も、見に。ベストフレンドのやつが、ちょっと、すいません。すいませんでした。ではね、ちょっと、まあ、やっていきたいと思います。おお。どうやらこちら側にはカフェが。いいね、この雰囲気。ほら。この静かなところにあるっていうのもさ、なんか住宅街とかさ、発展したところから離れた奥にある、この村。というか、なんて言うんだろう。すっげえ。すげえ。こっち側から消えない。こっちか。おう、どれどれ。この様子ならこの後も天気は良さそう。あ、そうなんだ。そうなんだ。じゃ、ちょっとカフェで一休み。え？いや、入れろよ。入れろよ、バカ野郎。この野郎。いいね、この灯台も。じゃ、ちょっと住民とお話ししようかな。あ、まずロビンさんの家。庭がすごい。庭いいね、この庭。ちょっとパクりたい、こういうの。この地面が欲しい、あの芝生の。いいなぁ。おぉ。ちょっと、モノクロシリーズ。すっげぇ。ラーラーラー。ラララ言葉にできない。なにここ、待て、なにここはぁ、感動の一文字です、これは。感動の一文字しかない、これは。もうやだ、もうこんなとこにいるとちょっと夢の住人になってしまう。ダメだダメだ。でもすごい。すげえよ、この村。もうやだよ、この村すごすぎるよ。こんな村行ったら普段の実況プレイが。うーわ、もうこことかさ、バリバリ教会の雰囲気出してんじゃん、ほら。うわ、やだわ、ほら、ここに新刊が入っててさ、冒険の書に記録しますかとかさ、お告げとか言うんでしょ、ほら、ここで。うわ、もうやだわ、この村。この村やだわ、もう、すごすぎるって。てか、この曲何言っちゃいんだけど、この曲。ちょっと。結局ジャズ。そんなのもあるんだ。あ。おほ。ちょっと。ここさ、正直言ってさ、僕のさ、
あの部屋の方がすごいよね、ここ2階は。2階は部屋がすごいけどさ、このさ、この小さいっていうさ、静けさもいいよね。あえてこの小さい空間にするっていうのもなかなかいいんじゃないかな。すげえ。すごい、もうやだよ、この村。この村やだよ。村長さんどんだけだよ、もう。いや、市長さんだぞ、もう。もう市長さんでしょ、ここ。もうやだ、もうやだ。そうだな、どっかにさ、あの、誠一さんいないかな。あの芝生の床欲しいんだよな。ほら、前任天堂村にさ、行った時にさ、なんか誠一の人がさ、なんかくれたじゃん。あれを。なんだっけ、マイデザイン。だからさ、今回もいないかな、どっかに。どうやらさ、他の人に、マイデザインをあげるかどうかはさ、自分で決めれるらしいけどさ、もうビーチがすごい、ほら、船着き場へと続くこの道、すごい。ちょっと誠一さん探す。はい。誠一さん、誠一さん、誠一さん。ねえな、誠一さん。誠一さん、おぉ、キャンプ場が、すごい。ちょっと誠一さんガチでいないかな。あの芝生の床めっちゃ欲しいんだけど。だから、これでも欲しい、この石畳も。ちょっと誠一さんいないかな。ちょっと、前デザイン上げないように設定しているのかな、この村のロビンさんは。ロビンさん、ください、マイデザイン。マイデザイン、ぜひとも、私にお恵みくだせえな。おー、すげえ。すげえよ、もう。てかさ、公共事業でさ、サッカースタジアムとかあったらいいのにね。サッカースタジアムとかテレビ局とかさ、作ろうよ、公共事業で。ちょっと、動物の森の次回作にご期待ですね、これは。次回作は Wii U で出るのかな？まあ、楽しみですね。どうやら、誠一さんはいないようです。いないようですね、誠一さんは。ではね、まずは、今回はここら辺で、スズラン、パクド。というわけで、今回はここら辺でおしまいにしたいと思います。見てくださった方、ありがとうございました。ではね、また次の村でお会いしましょう。まあ、この村おすすめですよという村があったら、ぜひとも教えてください。ではね、また次回お会いしましょう。実況プレイの方もよろしくお願いいたします。では皆さん、バイバイ。またねー。